スターバックスとサルタヒココーヒーと星野コーヒーが並んでるこのカフェ激戦区でもございますね。ハープタウン、ピアノタウン、バイオリンタウン、トランペットタウンってことね、音楽の楽器の名称がついてるんですよ、このハーモニータウンってね。なんか誘い込まれる感じ、あ、いいな、このコーヒー屋さん。通称安藤忠雄ストリート、おしゃれですね、このね、コンクリート外観。このデザインが昭和ですね、今令和ですけどもね。こうアフラックのアヒルちゃんちょっと病気になっちゃってるよ大丈夫か。チョコミントパフェ、これいいんじゃないですか。チョコミントパフェ、国道20号でございます。あ、線側にルミネあったんだ。はい、どうも皆さんこんにちは。スバル琉球競馬史検索とファインドマイタウンというサイトを運営していますペンタでございます。どうも本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、京王線の千川駅に来ております。千川はですね、つつじが丘と千歳烏山の間の駅でございまして、こちらはですね、東京都調布市になっておりますね。で、千川駅はですね、快速とですね、各駅停車と区間急行が停車する駅となっておりまして、私がですね、かつて利用した時はね、各駅停車しかね、使えなかった記憶があったんですけども、最近はですね、快速が通って区間急行が止まる駅ということになりまして、だんだんその京王線のですね、使った利便性が向上しているといったような街となっております。で、新宿まではですね、だいたい20数分ぐらいですかね、なっておりましてですね、都心にも出やすいところの位置している千川駅でございます。はい、で千川駅ですね、名称千川なんですけども、近くにですね、千川というですね、一級河川が流れておりまして、千川はですね、東京都小金井市の方からですね、暗渠を経てですね、そして三鷹、あとはですね、調布市内を通って多摩川ですね、二子玉川のところでまで行くと、途中野川とですね、合流してるんですけどね、そういった河川がございますといったところでございます。千川はですね、最近ね、押されたのということでね、結構テレビ番組でもね、ピックアップされている街でございますので、どういったところかというところですね、今日実際歩いてみたいなと思います。今千川駅のですね、成城学園側ですね、南口側に来ておりまして、ここからちょっとね、歩いていきたいと思います。で、駅前ですね、一応この大きなですね、木がございますけれども、こちらの桜の木ですね、ソメイヨシノでしょうかね、桜の木がございまして、こちら駅前にもともとなかったものをこう移設してきたなんていう、話もあったみたいですね、どうやらね。こういった立派な桜の木がございますので、春になるとね、綺麗に桜が咲くんでしょうかね、ということです。で、駅前ロータリーですね、こういった形になってまして、目の前が交番ですね、交番があってロータリー、そんな大きいロータリーじゃないんですけども、一応そのコミュニティバスとかね、発着場所になっているといったところでございます。で、千川駅のですね、周辺案内図なんですけども、甲州街道ということでね、こちらの国道20号の新宿の方まで行く、大きなですね、街道ですね。で、こちらのですね、松原通りってあるんですけどね、この松原通りってところずっと抜けていくと世田谷通りにつながるんですね。で、世田谷通りっていうのは狛江とかですね、泉玉川とかそっちの方ですね、まで行く通りがずっと伸びているといったところでございます。今日はですね、この千川駅の周辺ですね、ここをちょっとぐるっと歩いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。駅降りてこのフレンテっていうですね、なんかこの建物がありますね。これはですね、イッツデモが1階に入ってたりとか、あとは囲み食堂っていうのと、あと千川食堂ってありますね。で、こちらはですね、囲み食堂の方は、アクアパッツァってなんだよくわからない、囲み風って書いてあるけど、これね、鍋とかね、あとはその、ソイですね、ソイベジバーグとか、結構体に良さそうな、定食がございますね。で、他にもですね、サバの味噌煮とか、そういった定番もありつつもですね、チキンサラダプレートとか、こういうのあって、夜10時まで営業してですね、こういった囲み食堂でございます。あとはこの千川食堂って下にもあるんですね。ここなんかですね、ランチタイムがあるんですけど、なんかステーキとか、マダイのポワレとか、フィッシュかビーフか選べるって感じですかね。で、あとはポップコーンキャラメル無料食べ放題ってあるけど、なんかよくコンセプトはわからないですけど、でも外観としては結構なんか、おしゃれな感じです。あ、こっちにありましたね、このランチコースって言って、1300円ぐらい食べれてですね、あとスペシャルランチっていうのがあって、これは結構ママ友とかね、そういった主婦層にいいんじゃないですかね、こういうとこね。
はい、という感じです。でこのフレンテはですね、あと京王線のこの高架っていうかね、ここのところにね、お店がありましてですね、ここはあの京王ストアが入ってますね。だから本当にすぐ駅近くにね、京王ストアがあるんで、まあ、お買い物にも結構便利かなって感じですよね。はい、でこのフレンテはあと京文堂書店とか、いろいろあのとんかつサボテンとかもあるみたいですね。こういった感じでね、あの駅の上がこう壁面緑化一部分だけしてあってね、最近のトレンドを入れつつあるんでしょうかね。はい、ということです。じゃあここからちょっと、歩いていきましょうか。まあ、あの線画はね結構ね押されたんってことでね、まあどんな感じかなって感楽しみなんですね。でこちらのドラッグストアがあるんですけども、こちらのなんか看板がやっぱり茶色になってて、あれですね、その街の景観をね崩さないような感じになってるんですかね、このね茶色の看板だと。このとんかつ線側なんで、これもなんかなかなかあの、渋い外観でございますけども、ここはでもねガチですね多分ね、ロースカツ定食2000円コースですね。うん、あともね宴会とかねできるようなこの広いね お座敷もあるみたいなんでね、あここはなんか、いいですね、とんかつね線側あっていうのがあって感じですね。でこっちの方からですね、アンデルセンが見えますね。アンデルセンが見えて、ここもなんか、綺麗なビルですね。これね、2階がなんかレストランみたいになってるのかな、ケウカもあるけど、なんかそういった複合型なんでしょうかね、これね。あ、これね、フレンチご飯のね、線画は、ちょっと読めないんですけど、がございましてですね、このあの、川竹オークビルディングっていうみたいですね、これね。なんかアンデルセンもおしゃれな感じになってますけど、うん。あとデザートバイキングとかあるみたいですね、あと、まあパスタとかですね。ああ、でも、日替わりパスタは708円とかなんで、結構安いですね、これね。あと、ここのなんかね、今時酒場の並木と、これもちょっと気になるんですけども、こちらもだからランチとかやってですね。うん、夜は居酒屋なのかな。看板がおしゃれめでした。で、あと、ケイカがあってですね。あ、ここにですね、あの、星のコーヒーがあるんですね。星のコーヒーと1階にはなんかあの、アパレル雑貨屋って感じですかね、があると。いった感じで、ここ、あ、星のコーヒーのとね、これ、サルタヒココーヒーがあるの、これ。サルタヒココーヒーがすぐ近くになって、これ結構あの、おしゃれですね。このビルの外観っていうかね、この大きなガラスにこの、北欧カラーみたいなね、カラーリングで、サルタヒココーヒーってこんなカラーリングだったっけなって、ちょっと、疑問に思ったと思うんですけどね。あとは、まあ、スターバックスとかあって、だから、スターバックスと、サルタヒココーヒーと星のコーヒーが並んでる、このカフェ激戦区でもございますね、これね。はい。という感じです。じゃあちょっとここのおしゃれそうな通りを行ってみましょうか。ここら辺って前はなんか垢抜けない感じだったんですけど、ね、だいぶ変わりましたよね、このストリートっていうかね。ここにカルディもね、あって、このカルディは結構でかいですね。うん。あと、ここね、なんかね、テラスみたいになっててですね、ここでだから、なんだ、コーヒーが飲めるですね、こうね、テラスでこのコーヒーが楽しめるといった感じになってます。あ、であとここの休憩場所は私も、ブログでも紹介してるんですけどね、これ結構駅近でね、広いところでいいかなと思いますね、こうね、石材ベンチになってます。はい。で、ここはですね、フレッシュネスバーガーとか、あと餃子の創作料理、あ、ピポット千川っていうビルに入ってるんですね、この餃子とかね、フレッシュネスバーガーがあって。ピボット線側のところは、これはあの上が住居エリアになっててね、クリニックとかも併設されてるんですけど、こんな感じですね。あ、でね、僕ね、そこの LBC with Life っていうグリーンテラスで下のね、ベンチャーブログで紹介してるんですけど、これはあのテーブル席があるんですね。これはあれかな、このピボットスポットっていう多分あの、キッチンカーの専用のテーブル席でしょうかね。というのがあってですね、こんな感じになってます。あとはまあアスビーとか入ってるんですけどね。うん。はい、という感じで、ね、こうやってなんか、建築デザインがおしゃれですね。あのなんコーヒー、返却カウンターもなんかね、この、木の
カウンターの感じでね、いいですね。やっぱりあの千川というとですね、結構あの安藤忠雄ってね、安藤忠雄ストリートっていうのがちょっとあるんですけども、そういったところも踏まえてね、ちょっとこういった建築の方もですね、デザインに力を入れてるのかなっていう気もしますね。で、あとこれ、あ、フレンチレストラン、あ、フレンチレストランっていうか、これはあるサイズだ、普通のサイズでした失礼しました、普通のサイズです。で、あとはあの青山ね、フラワーマーケットがあって、で、ここの右手がですね、このクイーンズ伊勢丹になりますね。このクイーンズ伊勢丹もね、一時期なんかあの閉店しててね、ついにクイーンズ伊勢丹潰れたんかと思ったら、そうじゃなかったんですね。こうやってあのリニューアルオープンされたんですね。以前はこのクイーンズ伊勢丹しかなかったんですけど、上にこのトップスとかですね、あとは無印良品が入ったんですね、これね、うん。トップスなんていうとね、あの結構チョコレートケーキが美味しくて、私もね、あのクリスマスとかね、買ったりするんですけどね、トップスのケーキ好きなんです。あとは無印良品があって、ここのね、あのクイーンズ伊勢丹のところはテラスになってましてね、そこのテラスはね、あの結構休憩とかおすすめなんですよ。テーブルがあってですね、なんだろうな、このデッキからね、あの反対側なんだろう、こっちの公園とか建物をね、見ながら休憩できるということでね、そこはね、私の一つね、おすすめの休憩スポットでございます。で、ここのトップスはですね、ケーキの販売以外にもですね、あのケーキカフェになってですね、でこちらですね、ケーキセットが1200円から食べれるんですけど、で結構ですね、トップスといえどもこのイチゴのショートケーキとか、そういったね、あの方にも力入れてみたいです。カレーとかもやってるんですね。あー、いろいろやってるんですね。なんかトップスってとこの一番下のね、くるみが入ったケーキの印象が強いんですけれども、それだけではないみたいということで、ね、いろいろやってるみたいですね。そっか、僕は知らないだけで結構いろいろ、ケーキとか焼き菓子があったんですね、どうやらね。はい、ファミリーがね、多い印象がございます。まあ、といってもですね、あの千川は結構あの学生の街なんですよね。あの東邦学園大、東邦学園か、あと白百合女子大とかね、東京都立神代高校とかありますので、意外と学生の街でね、若い人多いんですけども、やっぱ家族に、子供連れの家族に人気なエリアですね、千川はね。はい。ということで、このクイーンズ伊勢丹、やっぱりこの内装もだいぶおしゃれになりましたね、このね。このパン屋さんとかも結構力入れて、後ろこのベーカリーになってるのかな、あのちゃんとね、ここでパン焼いて、あ、美味しそうですね、いいなっていう感じのおしゃれ感がありますと。で、こっからですね、左手が松原通りかな、左手が松原通りだと思うんですが、こっちの方行ってみましょうかね。低層マンションが、ある感じで、その奥にね、ホームセンターがあるんですね。島中ホームセンターがありますといったところでございます。ここの通りもですね、あのなんだルサイクって、これあのサイクルスポットの、スポーツ自転車バージョンかなというのがあったりとか、まあ、お店もちらほら見えますね、これね。奥に見えるのは島地ホームセンターということになります。はい、じゃあここからですね、あの松原通りの方に歩いていきたいと思うんですけども、このゲムドールっていうのは、これは婦人服のお店ですね。おお、なかなかこの印象深いお店の名前ですけどもね。で、あとはね、そこなんかバカタレっていう、これ何だ、何屋さんだ、お店があってね、これはね、ラーメンつけ麺ですね。あの結構並んでますね、千川のね、有名なんでしょうかね。あとここのね、寿司屋のランチとかあって、でここもまあ、握り寿司ランチとかね、1500円が食べれる。ここも寿司屋のか、寿司屋さんがどうやら並んでるみたいですね、これね、白エビの唐揚げとかいいですね、このね、うん、富山で有名ですよね、うん、結構あの白エビっていうとね、富山駅降りて、駅横のね、商業施設のところでね、白エビ丼なんて食べましたけどね。はい、でこれはね、あのモンターミグの、ちょっと読めなくてすいません、オーダーメイドケーキができるんですね。あ、オーダーメイドケーキって初めて聞いたよ、これ。キャラクターのケーキとかね、あとその自分のね、飼い犬のね、ワンちゃんのね、顔をかたどったケーキとかですね、いろいろそのご希望に合わせて作っていただけるので、似顔絵ケーキとか、まあ、こういったね、創作系のね、ケーキ屋さんがあるんですね、千川ね。おしゃれ、うん、
じゃあここからですね、松原通りになっておりまして、ここあれだな、結構こういったですね、モノクロなデザインのですね、建物がずっとついてます。というのもですね、この安藤忠雄のですね、安藤忠雄ストリートと呼ばれてましてですね、これはあのコンクリート建築ですね、有名なんですよね、こうね、ずっとね。ということでちょっと歩いてみましょうかね。こうね、結構このね、無機質なデザインがね、あのまあ好みで分かれるかと思うんですけどもね、こういったとこもなんか都会的でいいですよね。うん、ここはですね、あの東京アートミュージアムって書いてますね。ここはなんか絵画展示今やってみたいですね、こうね。うん、ここは結構こじんまりとしながらもこうね、美術館があるといった感じでございますね。あとここの、ね、コンクリート一般紙なんですよ。ここもですね、住居アパートになってるのかな、マンションか、この規模だとね、マンションがあるといった感じですね。まあ、こういったね、コンクリート一般紙ですけどもね、こう都市な感じがしていいですね。なんかアーバン感ありますよね、こういったとこね、はい、こう、まあ、モノクロなんですけどねっていう感じで、でそこね、あの千川劇場っていうドアがちょっと見えてきたんですけど、この辺は結構そういったなんかアートとかですね、劇場とか力を入れてるようなエリアなんですよね、この辺ね。千川劇場、この千川劇場はですね、今何やってるかな、なんかでもコンサートとかやってるんですね、これね、ピアノリサイタルコンサートとかやってます、ね、歌舞伎とかね、調布市千川劇場ということであります。ここはオラホ橋っていう小田急のバス停がありますね。あ、そこ橋になってですね、奥の方ね。うん、でこう千川からですね、京王井の頭線の三鷹台までこれ通じてるみたいですね。牟礼を越えてですね、うん、三鷹の方行くと牟礼団地ってありますけどね、はい、でここのなんか建屋もこれなかなかこの先進的なデザインでおしゃれですね。こうね、上はね、写真スタジオどうやらなってるみたいですね。うん、こういった感じでね、1階はねデンタルオフィスなんですけどね、こうガラス張りのですね、こう建屋、これはかっこいいな、なかなかいいですね。これちょっと遠くから見てみたいですよね。結構でもこれはなんだろう、縦長っていうかね、長方形スタイルで、あまり多分その敷地的には広くないんですけどね、うん、こういうなんか局所スペースを生かしたねデザインというなかなかいい建築ですね、これね。でここがですね、オラホ橋っていうですね、ですぐ隣にこのね自転車駐輪場があるといった感じで、ここを歩いていくとその千川駅の方に行けるみたいですね、こうね。でこのオラホ橋からですね、まだ先にもこのねコンクリートのこの建物ついてまして、その奥はこれ甲州街道かな、国道20号のね、八王子とか新宿を結ぶ国道20号線がこの奥に見えるといった感じで、合ってますかね、多分合ってると思うんだけど、はい、って感じ でここはですね、あのオラホ橋からこのね、京王線が見れるといった感じですね。おわちょっとブレちゃいましたね、こうやればよかった。まずね、まあ、あの京王線がねこう上から見えるオラホ橋ですね。だからここは河川じゃなくてこの鉄道のね軌道になってるといったところですね、これね、はい。小田急はまあ高架されてるんですけどね、京王はねまだ地上をこうね走ってるといった感じになってますね。はい、通称安藤忠雄ストリート、おしゃれですね、このねコンクリート外観いいですね。さあ、じゃあここですね、あのまっすぐ行ってみましょうか。さっきね、あの反対側いたんですけどね、うん、ちょっとこう外観をね遠くから見てみたいなと思って、これがあの先ほど見たあの千川劇場ですね、はい。ここはだからシティハウス千川っていうですね、どうやらマンションみたいですね。なんかステーキのお店とかいろいろねあるみたいですけど、ちょっとテナント募集になっちゃってのは悲しい
まあ、人通りはそんなに多くないんですね、こっちの方はね。だとそのヘアスタジオとか、あれ安藤忠雄なんだけど、そうそうそう、安藤忠雄で、ですね、ここの方はこれはなんか中華料理かな、中華料理屋さんがありますね、うん、ここはなんかおしゃれなんだけど、インドの手仕事ツオモリリの冬店、今日のツオモリリカフェハイティーセットとかですね、ここなんかカフェになってるのかな、なんかおしゃれですねこれね、でここはここもなんかおしゃれなんだけど、これねキナリアっていうですね、ナチュラルミールカフェですね、自然食のお店でございます。ここの キナリア定食とかねありましてね、ここはですねおまかせ小鉢3品とかですね、無農薬の玄米のご飯とかですね、こういったあの、まあ、自然食をメインとしたですね、カフェがございますね。これもおしゃれだな、さすが千賀はっていう感じでございます。まあ、千賀がこう歩いてるとね世田谷区の、ね、イメージがあるんですけどね、ギリギリ調子なんですよねそうという感じでございます。でこんな感じでね、まあ、その千賀劇場とかですね、この安藤忠雄ストリートの、まあ、そうこういったですね、まあ、外観を楽しめることができたかなと思います。でこっちもですね、なんかおなんかコンプレックス型のこのビルが見えてきましたけど、ここはここはね、品そばとかですね、ちょっとしたなんだろう、お店が入ったモールみたいになって、これは六本木にある、思い出せないな、六本木にある、ちょっと写真載せます。ね、なんちゃらスクエアみたいな、そこと似てますね。やばい、ちょっと名前覚えなさいかな。ここはなんかアベニューって書いてあるんですね、ここね。ここのね、アベニューもちょっとだから散歩してみますか。あ、ここあれですね、千川アベニューパティオってですね、どうやらそういった名称のようですね。で、アネックスがありましてですね、あ、だからシティハウスですね、先ほどのそのマンションのシティハウスとか、この辺のプラザとか合わせまして、こう一体型になってですね、こうね、うん。あとそのパティスリーもありますね、こうね。ここはね、すごいおしゃれですね、こうね、パティスリーがあって。もうすぐバレンタインだからね、うん、って書いてありますけど。いろいろね、ケーキを売ってございます。で、こっちから先は幼稚園ですかね。と、もう住宅街がずっと広がっているといったような感じにございます。あと、やっぱりさっき見たね、このカフェが気になるんですよね、これね。ソフトクリームが置いてあるんですけど、ここは何、あれかな？おしゃれなね、カフェって感じですかね。うん。でもこのマンションって書いてあるから、ね、こう住居になってるのかな。でもこういったなんか複雑なね、いいですね、こういったね、中空海フロアっていうかね、うん、なかなかね、これもまたなんかよくわからないけど、これ焼き鳥屋さんみたいですね、どうやらね、焼き鳥。あとここはねスペシャライズドって書いて、スペシャライズドショップなのかこれ。あー、そうなんだね、本当にスペシャライズド結構かっこいいですよね、自転車ね。という感じでこの松原通りでございますね。この奥はあれですね、なんかマンションがついてますね、この千川一丁目あたり。この辺はマンションついてるんだ。あとジョナサンがそこに見えますね。あ、あとですね、あ、これなんだろう、コミッテッドインクって書いてある。あ、ここはね、キックバックカフェっていうね、なんかおしゃれですね、これね。あ、ん？株式会社コミッテッドのオフィスって書いてあるけど、あ、キックバックカフェっていうのはまた別のところにあるんだね、オフィスみたいですね、どうやらね。はい、じゃあちょっとね、信号を渡ってみました。ここはなんか調布市若葉町2丁目のね、緑地になってますね、これね。で、右側をね、しゃぶ用があって、松原通りといった形になってます。この松原通りですね、少し進むと確かね、健康ランドっていうかね、湯煙の里があったんですよね、これね。
ちょっと遠かったっけ、そうでもないか。少しじゃあお散歩しましょう、この緑道沿いね。そこなんかオリンパスって書いてあるけど、オリンパスの寮なのかな。この辺オリンパスって工場あったっけ、よくわからないけど、なんかそこあれだよね、キャベツの葉っぱが落ちてるけど。まあこういったですね、ずっとこういうマンションが続いてるんですね。駅の近くはね、まあ、低層マンションが、まあ、見られたんですけど、こっちの方は、まあ、地上何階建てだろう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10階、11階とか12階ぐらいですかね、ぐらいのこうね、マンションがありますといった感じになりますね。でこっちの方ずっと行くとですね、NTT 中央研修センターってありましてですね、そこは結構資格試験のね会場になったりするんで、もう線画から歩けなくもないですね。はい、成城学園と線画の間ぐらいにあるんですね。で結構綺麗な建屋でですね、まあ研修所ってことで、ね、まあ、広いその教室があって、そこでまあ資格試験やったりとかして、まあ、僕も一回行ったことあるんですけど、うん。はい、でこちらがですね、千賀雪降りの里になりますね。ここね、ここねすごい人気でね、土日行くとすごい混んでます。すごいってなんか言っちゃったけどね、ここは結構人気ですよ。かなり混み合いますので、多分平日行った方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ平日ね休みの人であればいいですけど、はい、ここは千賀雪降りの里になっておりますね。はい、ちょっとね松葉通り歩いてるんですけど、このね警察車両ね、撮影車両って書いてあるんですけど、これね、パトライトのところでこう、ね、なんか袋で覆われてて、ね、あ、これあれかな、ドラマとかで使われるのかな、初めて見たこんなの、撮影車両とか。へえー、あれかな、あれスタジオありますよね、世田谷の方、成城学園の南側の方行ったところにありますよね。東方スタジオだっけ、なんだっけ、うん、があって、そういった関係ですかね、これね。で、さっき紹介したね、キックバックカフェっていうのはここにあるんですね。オーガニックカフェ&ライブって書いてあるね、これね。ここにね、キックバックカフェがあるんだ。ここね、シェフのサラダとかね、あとサンド系が食べるんですよ、これね。うん。あって。で、あと、ここのね、テラスの席もありましたね。で、あと、ここがね、島中ホームセンターありまして、こちらですね、いつぐらいかな。2010年ぐらいできたのかな、このね、島中ね。ができてですね、ここは何回か内部改装してあるんですよね、これね。はい。で、まあ、ABC とか西松屋とかね、ギャップとか、あと、野島とかね、島村とかね、一通り入ってるんですね。ここは結構、まあ、仙川のね、地元に住まれている方のね、主要なお買い物スポットでございます。まあ、その、できた当初、結構そのね、アメリカンなね、自転車がね、ちょっと話題を集めましてですね、ここはキムタクがね、島中ホームセンター買い物して、そのね、アメリカンな自転車に乗ったなんつってね、ここ結構そのテレビの取材とかでもね、来てたりしてですね、こうキムタクが来たホームセンターなんですよ。といった情報もあります。はい。そうですね。緑色の確かね、アメリカの自転車でね、こう、ハンドルがこうね、なんだろう、カマキリみたいな形してるやつ、あれに乗っかってたと思うんですけどね。うん。だここの島中はね、結構ね、土日とかすごい混んでて、もうごった返してますよ、ここ。うん。2階は確かフードコートがあって、もう丸亀製麺とかそういうのもあった気がするんだけどな。っていう感じですね。でここは小田急バスがね通ってるんで、結構このね道幅が狭いんですよね。この千川駅周辺は道幅があんま広くないんです。あ、ちょっとそこはね弱点ではあるんですけどね、こういったところねガンガンバスが通っていくので、ちょっと運転慣れてない方はね、ちょっと車怖いかもしれないね、これね。はい。であとタピオカ専門店とか、またこうやってね話題に乗っかったお店が結構ね出てきましたね、こうやってね。これなかったもんね、かつて。羽なんかつけちゃってね、うん、中目黒ありましたね、あの羽のオブジェとかね、はい。
あとこの寿司と歌のこの辛さ千賀とか、これも結構なかなか渋いですね、これね。で、ここはもう東邦学園が近いんですね。ここの角です、島中ホームセンターの角にですね、東邦学園が、ございましてですね、と、まあ、結構学生はやっぱこの辺は多いですよね。で、ここね、幼稚園から小学校、中学、高校、大学までですね、音楽部門がその東邦学園大学音楽部ってことですね。あ、そうなんだ全然東邦学園詳しくないから分からなかったけど、はい、ということになります。で、成城学園とかですね、その世田谷通りからこの仙台行くときはですね、こちら小田急バスを利用することなんですけども、まあ、実はその仙台駅のですね、ロータリーの方までつながってなくてですね、ここがその仙台駅の最寄りのバス停なんですね。だから結構歩くんですよ、ここ。徒歩7分ぐらい。500メーターぐらい歩くんですけど、うん。まあ、ちょっとすごい不便なんですよね。さて、じゃあちょっともう少しこっち行ってみましょうか。ここもなんか子供服売ってるんですね。なんかちっちゃい。かわいいですね。最近なんかこうやってモコモコのアフターなんか流行ってますよね。女子の間で。ね、ノースフェイスとかパタゴニアか。あれ始めたの。めちゃくちゃ高いですけどね、オリジナルは。はい。で、ここは塩丸っていうこの日本酒とね、春菜が楽しめるお店。で、海鮮丼も美味しいらしいですね、これね。ランチをやってると。いった感じですね。このサバ尽くし定食とかいいんじゃないですかね、これね。うん。もう海鮮がメインなんですか、こう見るとね。あとこちらね、いいおもちゃ屋さんありますよ、これ。おもちゃの笑み。ああ、いいな。こういうとこずっと残っててほしいですよね、これね。カラー竹馬とか遊びますかね、今時の子供って。うん。あとこういったですね、N700系桜とかですね。あと、幼稚園のと思って、このデザインが昭和ですね。今、令和ですけどもね。こういった懐かしい雰囲気はまだ、パッケージはちゃんと残ってるんですね。こうやってね。エアガン、ガンプラ、フィギュア、センターシリーズ、ミリカ。いいね。渋くてね。ハローキティのね、おやすみメリーゴーランとか、ありますね。いいね。おもちゃ屋さん、ずっと残ってるし。はい。で、あとね、こっちはね、あ、これ中古パソコン販売って書いてある。これユニコーンっていうの。これもなかなかあれだよね。渋いっすね。このね、ライフブックとかね、8800円とか売ってますけどね。中古パソコン屋さんは、唐突にね、あるんだね。このね。あとここはね、ここね、スイーツ屋さんですよね。かわいらしいお店ですね。で、あとその、あれか、楽譜とかって音楽ショップっていう感じで、まあこういったね、市町ホームセンターあります。で、ここね、食料品が入ったんですよね、こうね。うん、食品館の青葉が入ってます。それまではその、なんだ、食品の扱いのスーパーはなかったんですけどね、ここ入ってからだいぶ便利になりますよね、こうね。はい。ここですね、パッタ屋さん。ジェラートだよ、ほら。ヘーゼルナッツを加えた生地にね、口どけのアイスをサンドしてて、このいいですね、こういうのね。サブレとね、この、アイスクリームとかね、こういうのジェラート屋さんになってますね、このおしゃれな感じ。いいな。あとはね、こういったドリップコーヒー、まあ、手仕事のコーヒーって書いてあるね、自家焙煎の、カフェ、カホンといったコーヒーショップもございますね。やばい、ジェラート食べたいな、ちょっと。いつもね、たい焼き屋見つけてたい焼き食べてるんですけど、ジェラートは食べながら歩けないよな。てか、超寒いしね、今日。なんかね、明日からね、雪が降るなって言ってますけどね。日月で。また会社行くときあれですよね、電車止まっちゃうな。ちょうど出張が入ってるんでね、嫌ですよね、そういう時ね。はい。といったどうでもいい情報でした。で、ここからですね、千賀のですね、ハーモニータウンっていうこの、商店街入ってます。ここは結構ね、昔ながらのお店があって、先ほどのね、まあ、クイーンズ伊勢丹とか、ああいったところとは少しまた違った雰囲気がね、楽しめるのがここの、特徴になってます。じゃあ、ここからまた、ちょっと、ブラブラ行ってみましょうか。はい。で、ここですね、レストランの中村ってなかなか、渋めのですね、お店ございまして、ここ、あ、洋食屋さんですよ、洋食屋さん。ほら、ミックスフライ定食とか、ビーランチとかあって、あ、ここ行きたいな、これ。あ、いいね、渋くて。
ここちょっとお昼食べようかなと思いますけど、レストラン中村、渋いです。うん、こういったランチもいいですね。あとはまああれかな、割烹料理屋、うなぎ屋さんとかですね。あとそのカラオケとか、まあそういったね、あとこのなごみの食材のささらとか、おしゃれな感じのとこもございます。アフラック。ちょっと、アフラックのアヒルちゃんちょっと病気になっちゃってるよ。大丈夫か。くちばしが黒くなっちゃってるけど。青ざめてるアヒルちゃんでした。ということです。で、こっちはですね、まあ、あの、先ほどね、クイーンズ伊勢丹の方に行くんですけど、ここのパブの、これなんて読むんだ ?1978 年からやってる、ガンダラって書いてありますけどね。カフェっていうかパブか。うん、この階段を上がったところに、パブがあるみたいですね。ちょっと、賃貸とか、あと、歯医者さんとか、そういう、あとサピックスマンだね、これね。うん、とか、まあ、こういったところはまあ商店街らしい。ところですよね。で、結構これずっと長く続いてるんですね。あの、道がね、長く続いてるんですね、こうね。うん。あと、セカンドストリートとか、あ、これスイス堂っていうのは何だろう。あ、これなんか、あれですね。メガネ屋さんなんだけど、結構、あ、おしゃれだな。あとは、ブティックと、あとそこのね、ペルリっていう、カフェ。あのペルリっていうカフェは、なんかあれだよな。コーヒーのお店って書いてあるんですかね。ああ。そうなんだ。営業中って書いてあるよね。この2階なんでしょうかね。このペルリっていうカフェがなかなかこのレトロな感じでいいですね。コーヒー。ちょっとメニューとかないのかな。メニューは、あ、メニューありますね。かっこいい。このコーヒー屋さん。このブレンダーミニカー450円から書いてある。引き立てのコーヒーどうぞって、こうなんか誘い込まれる感じ。あ、いいな、このコーヒー屋さん。あ、いいですね、ちょっとね。うん。ちょっと撮りながらちょっと入れないからね。また、機会があれば行ってみたいんですけど。はい、という感じでした。で、あとはまあ、チェーン店とかまあ、そういうのは結構多いですね。こうね、モードオフとか、ケンタッキーとかあるんですけどね、たまにそういったね、なんか、渋いお店があったりとかしてね、そういったところは線が面白いかもしれないですね、ここね。あと、ドトールとか、チャイニーズレストランの、マツケン中華食堂って、これ知らないな。こんななんだ。あー、まあね、このね、マツケン中華食堂って、これは、これ知らないぞ。チェーン店かな。世田谷区とか調布にあるのかな、これ。があったりとか。あと、スナックとかね。こういったとこもまだ、ガールズバーとかもまだ残ってるんですよ、こういうとこね。はい。あ、で、ここはなんか、あ、いい感じの、お蕎麦屋さんの旗の屋ってとこですね、ここね。商い中。あと、ここのね、スペシャリティコーヒーのね、レッドダイヤモンドって、今日はちょっとやってないみたいですけど、この、リスがですね、このね、ダイヤモンドを持ってるというね、なかなか可愛らしい外観で、今日はやってないのか。なんかこう、チェーン店に紛れ込みながらね、こうパッとね、こう、なんだろう、面白いお店が姿を現すのも、怖いですね、もうね。で、あとはまあサンドラックとか、まあ、そういったところとか、海鮮三崎港とか、あとつくばクリーンもありますね。あとは何だろうな。こっちの方。ちょっとこの路地入るとまたいろいろ、あるみたいですね。お菓子の町岡。ああ、会社に食べるお菓子をストックしないとな。なくなってきちゃった。あ、ってことはこれね、ゲオスピードってこれなんだ。あ、普通のゲオじゃないのこれ。あ、なんか店員さんいないし。あれ？これはなんか、スマホで注文してロッカーで受け取るって、あ、そういったゲオなんだ。これ新しいね。知らなかった。あ、でもキャッシャーは一人店員さんいいのかなっていう感じで、ここでね、予約してここで受け取れるんだね。
僕ね、あの楽天の確かやってたね DVD のレンタル、あれ好きだったんですよ、ね、家に届けてくれるやつ、あれねよく使ってたんですけどね、僕あっちの方が便利じゃん、自分で取りに行くより。あのポスト投函できるからね、別にその宅急便のねピンポンもないしって感じで。ここはあのラーメンのせいや、ここは結構やっぱりですね、チェーンですね、あのワンコインラーメンありますけど、うん、あとコーヒー缶、これは僕ね町屋で知ったんだな、コーヒー缶って、うん、コーヒー缶ねでも行ったことないんだなあと声優、あ声優はこの近くなんですね、この駅のね、あこれは便利じゃないですか、声優近いのね、食料品とかね。だからクイーンズ伊勢丹だけかなと思ったらね、そうでもないですね、あまあ、ケオストアもあるんですけど、たい焼き、これマルゲリートとかですね、これね。でもここはなんかチェーンっぽいからまあいいやなんかおじいちゃんおばあちゃんやってるようなたい焼きだったら買いたかったけど、はい、っていう感じで、ここがだから、線側のハーモニー通りで合ってるよねさっき自分で言ってた、そっちって、あーベーカリー屋さんがございますと。でその、ね、ハーモニータウン線側ですね、こちらの地図ありました。結構ボロいなこの地図がハーモニータウンがあって、あここねずっとねこう先行くとねトランペットタウンなのね。あ実はねハーモニータウンするとバイオリンタウンだった。ピアノタウンハーフタウンってねずっとこんなから東邦学園キャンパスからね、ハープタウンピアノタウンバイオリンタウントランペットタウンってこのね、音楽のこう楽器の名称がついてるんですよ、このハーモニータウンってね。へえっていう感じです。意外とさなんか面白いお店あったりするんじゃないこういうとこ。バレエスタジオとかあるんだ。あとそのこれ、ね、パーシモンハウスだ。あ僕パーシモンホテルで泊まったことある。まあいいや。あなんかねパンダとかねぬいぐるみとか売ってて可愛いですよこのお店。あの子供向けの用品屋さんかな。あぬいぐるみ売ってて可愛いです。うん。あとここカレーうどん、ね、黒ごまカレー担々麺とかね、こう黒ごまカレー担々麺とかあるんですけど、炙りチャーシューカレーラーメンのお店ですね。だからこれ室蘭かな、これね魔女のカレーっていうお店、おいいですねこれね。カレーラーメン、普通のカレーライスもあるんですけどね、カレーラーメンは僕あの室蘭で食べた以来だな。うん、魔女のカレー、いいねこのね、やっぱ魔女のカレーなんか見ちゃった。やっぱりこうね一本ねあの商店街が通り入るとねこう面白いお店やっぱ出てくるんですよね。うん、ラーメン二郎もあるよ。うん。でも今、あ、準備中か。びっくりした。全然人いないなと思った。ちょっとここもね、線路沿い酒場ってところもなんか、麺屋がありますね。軌道になって、あ、京線走ってますね、これね。うん。あそこのね、奥に見るあの、キューピーの会社のなんか建物がこう、なんか、外観がかっこいいですね。あれなんだろう、あれちょっと分かんない、後で Google 先生に聞こう。あ、島が見えますね、仙台駅のね。はい、あ、仙台にルミネあったんだっていうちょっとネタ要素ありましたっていう感じです。はい、じゃあこんな感じでですね、その京王線の、線路沿いですね、こうやって歩いてきたわけでございますけども、あとまあ声優とかですね、その京王スターとかいろいろ見えますね、こうね。うん。本当でもその京王線あれですよね、各駅停車しか止まらなかった時は不便だったんですけどね。でもあの京王線の中でもですね、結構乗降客数が多い駅ランキング第何位だったっけな、一桁台。5位ぐらい入った気がするんだけど。意外と多いんですよ、線側ね。なので、まあ、区間急行止まって本当に、ね、良くなりましたよね。うん。はい、ということで、このね、ハーモニータウン抜けてね、今度逆側行ってみましょうかね。逆側出口ね。こっちはまた何があるのかな。こっちはですね、なんかすごい人の流れがあるんだけど、まあ、仙川の干物屋とかね、ありますが、
ここはなんかスロットとかあれかな、パチンコ系があるのかな。うん、逆側のその正常側とはまた違う感じですね、街の雰囲気はね。ここもアドワーズがあったりとかして。うん、こっちの方はだから、調布じゃないや。中央線のね、方までバス出てったかな。あの、三鷹のね、京林大学とかそっちの方までこう行けますよね、こうずっとまっすぐ行くとね。ホットヨガのルキナとかなんか、こんなのもあるし、このなんか、カフェのなんか鳥が書いてあるこのカフェがあるけど、これはなんだろう、なんか可愛い感じだけど、カフェペルシェって言うんですけどね、ペルシェはですね、あの、まあ、コーヒー屋さんなんですけどね、ビネガードリンクとか、その、チーズキーマカレーとかいろいろあるんですけどね、チーズメルトーストっていう、そのなんか、食パンのようにマッシュポテトとチーズを乗せて熱々とそに、香ばしく焼き上げたものを鉄板にお乗せして出しましたからね。ごめんなさい、ちょっと噛み噛みでうまく説明できなかったですけど、こういった感じのね、なんか可愛らしいお店がございます。ああ、いいですね、これね。うん。で、まああとはまあこっちはですね、あのもうキャバクラかなこれね。キャバクラとかね、あとスナックとかちょっと右の方に見えるんですけどね。うん。甲州街道側は少しなんかね、おしゃれ感はないかなっていう感じかなですね。 あと森場コーヒーがあった、これあ、森場コーヒーあるんだ、線側にね。これ森場コーヒーね、安くていいんですよ。あの多摩センターのね、動画でも紹介したんですけどね、森場コーヒーコスパインする S サイズ220円から飲みますので、安いですね、これね。うん、意外とね、居心地もいいし、森場コーヒーはね、私もいいと思います。はい、じゃあここからですね、国道20号なんですね。そこのだから前の通り、なんて言ったっけな、この何通りかちょっと忘れちゃったけど、ね、この行くとは白入女子大行くんですね。白入女子大の方行って、あとその京林大学越えて、東八道路越えて、そう、三鷹とか吉祥寺方面に行くんですね、これね、ずっとまっすぐ行くとね。あとそのルネッサンスとかもあるんですけども、まあ、そういった感じで、ここはまあやっぱ大通りなんで、それなりにね、交通量が多いといった感じで、もうまあここのまあですね、甲州街道、国道20号、ちょっとあれか、上がって上から見てみるか、ね、せっかくなんで、ちょっと上がりましょう。やっぱりね、散歩の旅にね、一回はこの階段上がらないとダメだ。いや別に階段好きっていうか、なんだろうね。まあいいや。っていう感じで。はい。国道20号でございます。そこね、ちょっとカーブになってですね、右手に行くとね、千歳烏山、千歳烏の方に行けるんですね、そこね。見えますかね。あそこです。ここね。こう左手が行くとね、新宿高井戸。右手が千歳烏になってます。で、ここまっすぐ行くとですね、首都高速4号線の新宿。方面に行くですね、首都高速の、ね、高井戸インターと永福インターに行きます。で、こっちもこんな感じですね。こっちはだから八王子とかね、甲府の方も行きますね。ずっと行くと大月、甲府抜けて、塩尻まで行くんだっけ、だよね、そう、そこまで行けるよって感じです。で、あとまあここからですね、まあ、首都高速道路乗ろうとしたら、まあ、高井戸インターはね、意外とね、国道20号から行くとね、ちょっとめんどくさかった気がするんだけどな。もう永福まで行っちゃった方がいいんじゃないと思うんだけど。ね。そんな感じですよね、国道20号ね。はい。あとね、その、首都高速道路4号線のね、ところは結構ね、バイパスがいっぱいあってですね、原付で行くとね、難しいんですよね。あれなんか変なとこ行っちゃったみたいなね。バイパスのあそこくぐり抜けるのちょっと難しいと思います。というまあ余談でした。はい。だここまっすぐ行くとだからね、辻ヶ丘とかその国領とかね、そっちの方行くんですよね、調布とかね。あとこれ千賀のね、一里塚跡ってありますけどね。これね、千賀一里塚の跡でございます。江戸日本橋を起点にして、五里の、あ、そうですね、約20キロメートルの距離なんですよ、これね。で、甲州街道と三鷹街道の交差点にあたる。この塚は徳川家康が天下を平定してから、主要街道に一里塚の制度ができ、慶長7年、江戸甲府間に甲州街道を完成した後に築かれたものであると。いった感じでございますね。
この手前の一里塚が上北沢なんだね。で次がね、小島一里塚って書いてある。小島一里塚ってなんだろう、ちょっと分かんないけど、そう、あるんです、ね、はい。であとですね、ここの小田急バスの方のね、でっかいロータリーがあるんですよね。だから吉祥寺とか三鷹方面行くときはこっからバスに乗るといった感じでね、駅が少し歩くんですよね。うん、まあ、駅前ロータリーがですね、あんまり広くなかったので、このコミュニティバス以外のその主要なバス会社にはこっからですね、バス乗っていくといった感じです。でこの左がこの、ね、小田急バスの、ね、会社になってるのかな、なってましてですね、ちょっとターミナルみたいなんですね、これね、はい。で、あとここになんかね、サイフォンコーヒーのこの、ね、お店があってですね、ここはあのなんか、季節のおすすめ、あ、季節のおすすめね。なんか外人みたいにして読めなくて。はい。このアンバターパンとか、この辺いいんじゃないですか。カヨカミノ農園のエチオピアのこのね、おすすめコーヒーとか。ああ、いいな、これちゃんと飲んでみたいな、こうやってコーヒーね。あ、チョコミントパフェ、これいいんじゃないですか、これチョコミントパフェ。チョコミント最近どうしちゃったの、なんか今年、去年か、2019年の夏はチョコミントね、おとなしかったですけどね、2018年はチョコミント大ブレイクしましたよね。ということで、これはいいんじゃない、なんかチョコミントパフェって覚えておくとなんかね、いいですよね、これね。なかなかないんじゃないかな、チョコミントパフェって。もう見たことないけど。はい。という感じですね。こっから先は、あ、で、ここもなんかね、あ、麹屋。たらげて麹のお店がありますね、もうね、いいですね、麹の、これ結構混んでますよ、なんか。で、なんかですね、あの、いろいろですね、あの、自社の農園ですね、使ったこのね、麹のね、ランチとかね、ありますね、麹ハンバーグとかですね、あとは、麹丼とかね、甘酒のスムージーとかいろいろあるんですよ、ね、結構だから、いい感じかもしれないですよ、麹やたらぎ、たらぎってお店ですね、はい。で、こっから先はですね、そこ確かでっかいドラッグストアがあったんだけど、なんだっけ、あ、ウェルシアだ、あ、ウェルパークだ、ウェルパークがあったいった感じです。こんな感じかな。はい、じゃあちょっと甲州街道からですね、仙川駅の方で戻っていきたいと思います。ここもですね、あのマンションがあるんですね。1階はですね、まあ、脳神経外科クリニックとか、あとはその不動産関係ですね、があるといった感じでございますね。で、ここはですね、仙川駅前住宅公園となっておりまして、もうね、旭化成とかセクシーハウスハイムとかですね、ムサホームとかいろんなその住宅展示場になってるんですよ、ここね、駅近くなんですけどね。まあでも駅前の一等地に住宅公園ってあるんですね。なんかバスとかでね、行くようなイメージがあったんですけどね。はい。こう住友林業とかいろいろ揃ってですね。で、ここもなんか、仙川カルチャーセンターが上に入ってますけど、ここはステイヒルズっていうビルですね、これね。うん。なんかシックな感じのビル。あ、なんか1階にあれですね。あ、ジョージスじゃない。なんだ。ワンズって言うんだ。あ、なんか雑貨屋が入ってますよ、ここ。あ、これなんか面白そうじゃんっていう。あ、いいですね、これね。インテリア雑貨とか。まあ、あと、お洋服持ってますけど。なんか楽しそうだな。あーとかなんとか言ってるうちにこの京王線のもう仙川駅に行っちゃったけど、あ、ここでだからあの日向橋ってそこのね、日向橋を渡って、もうその仙川駅の方に行くと、いった感じで、あー、そのなんかね、キリンビールの機械とかなんか渋めのお店ありますよ、お店っていうか居酒屋か。日向橋からちょっと、あ、ここなんか渋い通りがあったよ、ここ。このね、鶏串焼きとかね、あとね、とんかつ、一富士とかね、ここなんかここだけなんか渋いな、なんか。うん。あとその、日本料理屋とかね、いろいろあるんですけど。あ、ランチタイムサービスとかの、ここもね、とんかつだ。あー。あ、ほんと。ここもとんかつあったよ。お腹すいた。とんかつ定食ありで。ご飯おかわりもいるんだけど。いいね。とか、あと、万来軒とかね。まあ、中華料理屋があったりとか、あとは、イワシ料理なんですよ、これね。イワシ料理屋さん。があったりとかね、するんですよ、これね。
でちょっと裏入った住宅街っていうこのなんかギャップギャップいいですねこれね。このスナックいいですね。レーザーディスク、ちょっと技術革新で最先端がなくなっちゃったけどって感じレーザーディスク、はい、でした。はい、ということでですね、今日は仙川駅周辺をですねぐるっと一周歩いてみました。いかがでしたでしょうかね、今日ね。はい、ということでですね、まあ、仙川はですね、結構まあおしゃれタウンということですね、結構注目を浴びている街でして、まあ、そのファミリーからですね、まあ、単身までですね、結構幅広く人気のある街でございます。まあ、京王線もね、区間急行まで止まるようになったんで、利便性も向上してですね、まあ、いいところだと思いますね。で、その安藤忠雄ストリートのね、まあ、建築コンクリート建築見れるところだったりとか、あとはそのクイーンズ伊勢丹周辺ですね、あの辺は、まあ、いろんなカフェがですねオープンしてですね、おしゃれな様相に変わっておりますね、仙台もね。でその隣のねハーモニー商店街とか行くと結構ですね、まあ、その昔ながらのお店があったりとか、あとはなんだろうな、急にね面白いお店が現れたりとかしてですね、結構その散歩してるとね面白いところだと思いますね。で逆側の甲州街道側はですねちょっと雑多な感じで、まあなんていうのな、こっちの成城側とはまた全然違った趣のですね、街でしてですね、まあまあ、こういったね二面性を持つといったような感じですね。おしゃれなところとね、まあまあ、甲州街道があるということで。でもまあ結構ですね、まあ、線がコンパクトにですね、いろいろまとまってますね。そのホームセンターがあったりとかですね、まあそういった飲食店も豊富にありますので、まあ、この生活しやすい街だと思いますね。まあ、新宿に行くでもまあ20数分でしょうから、まあ、結構その都心へのアクセスというのも考慮してですね、まあいいかなと思います。はい。で、あと、私が運営しておりますですね、国内初の座れる場所をまとめたサイトとかですね、あとはその街の住みやすさを検証したね、Find My Town というサイトを運営しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。で、あとですね、このチャンネルですね、ぜひ登録いただいてですね、いろんなお散歩動画見ていただけると嬉しいです。またそのね、いろんな街歩くモチベーションアップにもつながりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方をいただけると、嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日も長い時間ご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画もですね、よろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。